はい、えー、おはようございます。ことです、えー。暑いですよね。あの、もう嫌になりますけども、えー、いつもですね、ビデオを見てくださって、えー、ありがとうございます、えー。今日はですね、これ、堂々とやれ。これについてお話ししていきたいと思います。えー、なぜですね、今日はこの話をしていくのかというとですね、あのー、 えー、多くの人は弱々しい、えー、まあ堂々とできていないまあどういうことか <laughs> ちょっと分かりにくいですけども、えー、まあ堂々とできてないのでこの話をしていくんですけども、えー、これどういうことかと堂々とやれってこれどういうことなんやというとですね えーまあ、あなたが出してる、えー、なんだろうお店の宣伝広告がですね、えー、注目を集めれるものなのかっていうことですね、えーあのー、弱々しい広告文とか、えー、宣伝文とか、あのー、オファーとか保証とかありますけどもあのー 自分の見込みのあるお客さんがですねあなたのお店のチラシだったりとか広告を見た時にですねえー、注目してえハ、ー、ッと驚くような広告になってるのかってことですね、えー、もしですねこれはねえー、見込みのお客さんが見た時にですねこれめちゃくちゃいいやんっていう、えー、広告じゃない限り えー、お客さんの目には止まりません基本的になので、えー、お客さんの目に留まるような、えー、魅力的なオファーとか保証とかを、えー、きちんと提示した広告を出した時にどういうことが起こるかというと、えー、出した側は、えー、これでもかっていうぐらいに、えー、強力なオファー提案 を出した時は、えー、ちょっとですね、あのー、態度がでかくなります。でかくなるというか、でかくなってしまいます、自然と。もうこれで買わないやつは知らんというような態度に自然となってきます。僕も結構強,力強烈な広告を打つときは、えー、お客さんから電話があったときに、あのー、結構、あのー、普通です。普通のトーンで話します。別にお客さん新規のお客さんやからって あの何て言うんだろう「どうもありがとうございます」はい「はいはいはい」とかその何て言うのかな音程を妙に上げたりとか全然しないですもう逆に「はあはあ」みたいな感じで、えー、まあ適当じゃないですけどもう友達と話すような感覚ですねぐらいのトーンで、えー、話したりしますしますっていうかできますえー、これだけの提案してるにもかかわらずえー 買わないやつがアホだろうみたいなねまあまあこれ言い過ぎですけどももう買わないやつは別に全然自分のお客さんじゃなくてもいいぐらいのねそれぐらいの、えー、気持ちになれる広告を作ってですね、えー、堂々とこう広告を売ってください、えー、これでもかっていうかね強力なものを売ってください えー、そうすることによってですね、えー、お客さんお客さんからも、えー、ぜひ交わしてくださいぜひお願いしますっていうふうな、えー、ちょっと停止性で来る時もありますまあ来る時の方が多いかなこっちが強力なオファーを出す出せば出すほど、えー、まだ大丈夫ですか間に合いますかとか、えー、まあ限定性とかね限定のつけた えー、広告とかだったら何名様限定とかだったらまだ間に合いますかとかもう間に合いませんよねとかいう感じで来ますであ大丈夫ですよとかこう余裕で言うとああじゃあぜひお願いしますみたいな感じで停止制で、えー、言ってきてくれたりしますなのでこう堂々と打てる広告ですねそういうのを考えてですね えー、これでどうだこれでどうだっていうふうにどん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 強力な広告を出していってですね同業者は焦るしお客さんもえー、焦って連絡してきたりすることもあるので、えー、ぜひですねえー、思い切ってやっていってほしいと思いますでまああのー、同業者とかにね、あのー 文句言われたりとか、まあ、歩かないか分かりませんけども、ほとんど思ってても言ってこないんで、えー、もし直接言ってこられた時は、えー、っとね、死ねって言ってください。死ねってね、うん、言ってもらえたらいいと思います。あのー、殴ったりしちゃだめですけど、えー、うっさい死ねとかね、言ってみてください。多分、あのーえー、怒ると思います <laughs>、えー。そんな感じですね。えー、まあ、話しとりましたけども、堂々と、 えやっていってください。えー、そうすることで,ですね。えー、どん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 あなたのお店にお客さんが集まってくるんだと思います。じゃあそんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた次回。